あの裁判であの男の頭を二度叩いた男、大川周明。大川周明と聞いても誰のことかわからない方の方が多いと思います。ただあの裁判であの男の頭を叩いた男といえば、少なからず思い出す方もいるのではないでしょうか。あの時の大川の様子は、精神を病んでいた状態のため尋常ではなく、またあの裁判の被告になっているぐらいだから、あの男の子分か何かでどうせ悪党だろうと誤解している方がほとんどかもしれません。しかし大川は愛国者ではありましたが、あの男などとは一線を画す思想の持ち主で、国学、儒学、キリスト教、インド哲学、イスラム教など古今東西の学問や宗教に精通した知識人でした。今回は思想家であり作家、あの裁判で民間人として唯一起訴された大川周明について紹介します。誕生から東京大学卒業まで。大川周明は明治19年1886年12月6日、大川周建の長男として山形県酒田市で生まれました。先祖代々大川周建を襲名してきた医師の家柄です。庄内中学校、現在の山形県立鶴岡南高校、第五高等学校、熊本県熊本市、東京大学文学部インド哲学科を卒業しています。東京大学在学中、勉強熱心な大川は古今東西の宗教や哲学者の思想を学び、キリスト教系の新興宗教団体である日本教会に入信しました。しかし善悪の尺度が何よりも優先されるキリスト教の考え方に疑問を抱き、一つの宗教や思想に固執せず、さまざまな宗教や哲学者の思想を学ぶ中で、次第にインド哲学に没頭するようになります。インドでは宗教と哲学の境目はなく、インド哲学は多様な精神的修行を通じ、あらゆる苦悩や迷惘から解放されて完全に自由になることを目的としています。インド哲学の中から世界的宗教として台頭したのが仏教です。大川は英語、ドイツ語、フランス語、サンスクリット語、アラビア語に精通し、ギリシャ語、ラテン語、中国語も相当なものだったようです。語学の才を生かして陸軍参謀本部で翻訳のアルバイトをしていて、あの男、永田鉄山、岡村安次、宇垣一茂、杉山はじめたちと面識を持ちました。この語学力は尋常ではなく、学生でありながら参謀本部でバイトというのもただものではないですね。インド哲学に傾倒しアジア主義を主張。大川は明治44年1911年に東京大学を卒業します。卒業後もインド哲学への傾倒ぶりに変わりはありませんでしたが、インドがイギリスの植民地として搾取されている現実を知り、イギリスによる植民地政策の打倒を胸に抱くようになりました。そしてインド独立の実現に心血を注ぐようになっていきます。大正4年1915年6月、インドの独立運動家であるボースが日本に亡命してきた際には、日英同盟に配慮してボースを国外退去させようとする日本政府に大川は反発。日本国内を転々とするボースを自宅にかくまうなどしてボースを援助しました。また大正5年1916年11月には、インドにおける国民運動の現状及びその由来と題する論書を発表。インドの現状を日本人に向けて発信し、日本が日英同盟を重視してイギリス側に立っていることを批判しています。この頃の大川はアジア主義の立場から、日本、中国、インドが連携し欧米列強に対抗するべきであると考えていました。
東亜経済調査局での活動。大正7年1918年5月、大川は南満州鉄道の東京支社に就職。嘱託ながら満鉄東亜経済調査局に所属します。これは南満州鉄道総裁だった後藤新平による計らいで、後藤新平はインドに関する大川の論書を高く評価していました。やがて大川は満鉄東亜経済調査局の編集課長となり、大正9年1920年4月には後藤新平が学長を務めていた拓殖大学の教授にも就任します。さらに昭和4年1929年には南満州鉄道から切り離された財団法人東亜経済調査局の理事長にも就任しました。東亜経済調査局は調査機関で、世界経済の調査分析から始まり、大川の影響力が強まると東南アジア全般の調査研究、イスラム世界の調査研究に軸足を移すようになります。大川はイスラム教の国籍や民族を超えて団結する姿勢に感銘を受けていて、大正11年1922年7月には復興アジアの諸問題を執筆。アフガニスタン、イラク、エジプトなどにおけるイギリスとロシアの植民地争奪戦を解説しています。この頃には大川のアジア主義は日本、中国、インドだけではなく、イスラム諸国との連携にまで考えが拡大されていました。また昭和13年1938年5月には東亜経済調査局内に東南アジア、インド、イスラム諸国への派遣要員の育成を目的に大川塾と呼ばれる付属研究所を設け、南満州鉄道、陸軍、外務省などからの援助で研究生の育成が行われています。太平洋戦争開戦後、南方作戦によって獲得された東南アジアの各国には大川塾の卒業生が派遣され、現地の人々との交流や様々な調査において重要な役割を果たしました。大川襲名、政治活動も開始。大川は大正7年1918年7月に発生した米騒動における一般大衆の底力に感銘を受けます。この頃から大川は政治活動も行うようになり、同年10月に思想家の三川亀太郎と老荘会を設立します。しかし老荘会は右派から左派までの様々な思想家が混在していたため、大川と三川亀太郎は大正8年1919年8月に右派を集めた有存者も設立し、国家社会主義による国家改造を唱えていた思想家の北一騎と接近を図りました。大正13年1924年4月には北一騎の主張を後押しするため国家社会主義団体高知社を結成しますが、安田共済労働争議における北一騎の裏切り行為、安田共済から裏金を受領したを許すことができず、大川は北一騎とそれを支持していた三川亀太郎と決別することになります。高知社での活動は陸軍の将校たちを機関紙月刊日本の読者として獲得し、板垣清志郎中佐、橋本金五郎少佐らによる寄稿もあり、大川自身が陸軍参謀本部の行動で講演会を行うなど、少なからず陸軍に思想的影響を与えました。三月事件など数々の事件に関与して投獄される。大川は昭和6年1931年3月20日の三月事件に関与します。三月事件とは、橋本金五郎中佐を中心とした陸軍中堅幹部桜会のメンバーが起こしたクーデター未遂事件で、国家改造のため宇垣一成大将を首相とする軍事政権を樹立することを目的としていました。大川は計画立案を担当していましたが、クーデターは未遂に終わります。この時は
陸軍首脳部の人間が計画に関与していたこともあり、観光令が敷かれて事件は不問に付されました。大川や橋本金五郎中佐は三月事件が失敗したため新たな計画を練ります。それが10月事件です。10月事件は彼らからの視点で満州事変への対応が弱腰な若槻礼次郎首相と何人かの大臣を暗殺、政変後の首相には荒木貞夫中将、内務大臣に橋本金五郎中佐、大蔵大臣には大川を起用する計画で、同年10月24日が決行日と定められました。しかしこの計画も事前に発覚してしまい、10月18日に首謀した面々は憲兵隊によって逮捕されます。逮捕された橋本金五郎中佐たちへの処分は軽いものでしたが、桜会は解散させられました。大川については逮捕すらされませんでしたが、2度の事件を教訓に大川は合法路線による国家改造に方針転換することになります。昭和7年1932年2月、大川は合法的大衆運動によって国家改造を目指す人務会を結成しました。昭和7年1932年5月15日、陸海軍青年将校による反乱事件515事件が発生し、犬飼剛首相が暗殺され、内大臣官邸、立憲政友会本部などが襲撃されました。この事件で大川は資金と武器を提供したとして逮捕されます。合法的大衆運動に転換していた大川でしたが、決明弾事件と515事件では昔の吉見で拳銃の供与などを行っていたようです。昭和11年1936年6月、大川には禁錮5年の判決が言い渡され、豊玉刑務所に収容されました。ただ勾留期間が加味されて、翌年10月には仮釈放されています。満州に対する考え方、大川の満州に対する考え方は石原莞爾と共通するものがあります。大川は満州事変を起こした板垣征四郎大佐や石原莞爾中佐と親しい間柄で、満州国の建国も支持しています。ただそれは満州国が成立し、満州国と日本との間で国防同盟並びに経済同盟が結ばれることによって、満州国は満州を救うと同時に日本も救い、中国をも救うことになり、東洋平和の実現に甚大なる貢献をするだろうとの考えに基づくものでした。考え方が正しいかどうかは別として、後の行動でも明らかのように、日中戦争を望むものではなかったのです。東条上等兵の話、石原莞爾があの男のことを上等兵呼ばわりしていたのは有名な話ですが、この話に大川も少しだけ絡んでいます。大川が満州に行った際、関東軍司令部に参謀副長だった石原莞爾を訪ね、ついでに参謀長のあの男にも挨拶しておこうと、あの男の部屋を訪ねたところ、石原莞爾が大声で、東条上等兵の部屋ならそこだよと答えたということです。アジア主義の理想のために動く大川、豊玉刑務所で自らを見つめ直した大川は、服役中に発生した日中戦争解決のため出所してすぐに行動を開始しました。大川のアジア主義にのっとれば、アジア諸国が欧米列強に対抗するためには中国との戦争は許されないことでした。詳細は不明ながら、大川は中国の上海、南京、蘇州を訪れ、日中戦争解決のために中国要人との面談などを行い、この動きを板垣征四郎中将も支持していたとのことです。昭和15年1940年7月、大川は第二次近衛内閣で陸軍大臣に就任したあの男中将に
蒋介石から満州国の承認を取り付けるので、日本は中国から撤兵し、欧米列強に対して日本が領土的野心を持っていないことを表明してほしいとの書簡を送っています。これに対してあの男は、中国からの撤兵に断固反対するとの姿勢を見せ、進展は得られませんでした。あの裁判で起訴されたこともあり、大川もあの男の一味だったと思われている方が多いと思います。しかし大川と東条の仲はそれほどでもなく、太平洋戦争に関しても最後の最後まで大川なりに戦争回避の努力をしていたとのことです。太平洋戦争中の大川。太平洋戦争開戦後の昭和16年1941年12月14日から25日にかけて、大川は米英東亜侵略史と題したラジオ演説を行い、欧米列強の侵略の歴史と東南アジア解放における日本の世界的役割について国民に解説しました。この内容は翌年1月に出版されベストセラーになっています。また昭和18年1943年11月5日6日に東京で開催された大東亜会議では、会議で採択された大東亜共同宣言の全文を大川が起草しました。大東亜会議には日本、満州国、中国の汪兆銘政権、タイ、ビルマ、フィリピンとインド、自由インドが参加しています。この時のインドの代表は、かつて大川が日本国内でかくまったことがあるボースでした。あの裁判と精神鑑定。敗戦後の昭和20年1945年12月2日、大川は第3次戦犯指名者として逮捕され、巣鴨プリズンに拘留されます。大川は扇動的な書物を出版し、超国家主義的右翼団体を結成、満州事変の陰謀を巡らせたとして、民間人で唯一永久戦犯で起訴されました。昭和21年1946年5月3日、あの裁判の第1回公判が行われますが、この時に例の事件が起こっています。大川は巣鴨プリズンを出る時から様子が変で、水色のパジャマ姿で駒桁を履き、黄色い背広の上着を手に持っていました。法廷内ではパジャマの前をはだけ合唱するかと思えば、隣の元帥だった畑俊六に意味のない会話を強要しています。午前中は下を向き鼻水を垂らし、合唱の姿勢を取る時間がほとんどでした。午後になるとパジャマを脱ぎ出したりして、前席にいたあの男の頭を軽く叩きます。あの男は振り向きかけましたが、負傷するのみでした。これが1回目です。大川は隣の平沼喜一郎に話しかけたと思えば笑い出し、パジャマのボタンを外したりしています。そして有名なあのシーンになりますが、15時37分のことでした。2回目となる今回は、ペタンと音が聞こえるほどの強さであの男のハゲ頭を叩いたのです。法廷はかなりざわつきました。笑い声もありました。あの男は今回は笑っておらず、大川を凝視しています。裁判長が休廷を告げ、裁判官たちが法廷を出ようとすると、大川は規制を上げました。英語とドイツ語が入り混じり、インド人よ来たれ、お前ら早く出て行け、座れと言ったそうです。休廷中、大川は合唱しうなだれていました。公判再開後もうなだれているだけでした。次の公判日、裁判長は冒頭で大川に対し、医師による精神鑑定が必要だとして退廷を命じます。退廷後の控え室で大川は、東条はバカだ、殺さねばならぬ、私は民主主義を支持する、しかしアメリカは民主主義国家ではない、
私はアメリカには行きたくない。なぜならばアメリカはデモクレイジーだ。わかるかね、デモクレイジーと語っていたそうです。また巣鴨プリズンへ戻るバスの車内では、今日の昼飯は新橋の新喜楽に席が用意してある、天皇ももう行っているからみんなで一緒に行こう、金はこれが払うんだと畑俊六の肩を叩いていたそうです。大川は巣鴨プリズンに戻るとアメリカ軍の野戦病院に収容され、アメリカの軍医と日本人医師の診察を受けました。大川は梅毒による精神障害と診断されます。また裁判での答弁能力もないと判断されたため、昭和22年1947年4月9日に免訴となり、あの裁判から除外されました。この大川の振る舞いに関しては詐病疑惑もあるのですが、血液検査、脳液検査で梅毒の反応がしっかりと出ていたそうです。大川はしばらく松沢病院に入院しますが、月曜は英語、火曜はドイツ語、水曜はフランス語、木曜は中国語、金曜はインド語、土曜はマレー語、日曜はイタリア語と曜日によって話す言語を決め、決めた言語でしか会話できなかったとのことです。大川にはマラリア療法が施され、症状は解放に向かいました。晩年大川は神奈川県愛好郡中津村、現在の愛好郡愛川町で晩年を過ごし、農村を復興して新しいみずほの国を築くため全国を行脚したということです。昭和32年1957年12月24日愛好郡中津村の自宅で死去しました。71歳でした。まとめ、大川周明の人生はとにかく忙しいものでした。あの裁判で改定と同時に離脱となりましたが、初めから結論ありきの裁判とはいえ、非凡な才能を持つ大川の精神が正常であれば、検事や判事をやり込めた可能性は十分にあったと思います。昭和22年1947年8月15日、インドが独立を果たしました。昭和27年1952年10月に、あの裁判でインド代表判事を務めたパールが来日した際には、パールの求めで大川との面会が行われています。また、大川が療養中だったために面会は叶いませんでしたが、昭和32年1957年10月にインド初代首相のネルーが来日した際にも、ネルー首相は大川との面会を求めていたということです。3月事件、10月事件は褒められたものではありませんが、いろいろあった大川の人生の中で、インドや東南アジア諸国の独立は結果論かもしれませんが、数少ない喜びだったのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。